10月29日ハワイ、セントルイス、バッファロー、シャーロッテと7ヶ月間の海外修行を終え、プロレスラー輪島が日本に帰ってきました。今日ここ石川県七尾でのデビュー戦に備えて、プロレスの本場アメリカで苦しいトレーニングを積んだ輪島は、デビュー戦タイガージェットシンとの試合が決まっています。緊張した表情で成田空港に到着した輪島に聞いてみました。帰国第一声のメッセージをお願いします。まず帰国第一戦をその一生懸命やるということしかないですから。そのデビュー相手がタイガージェットシンと聞かされました。その時の気持ちはどうでした？いや、それはもう全然知らなかったんですよ。それが馬場さんから東京から電話からかかってきまして、もう決まったということで、やっとなんかこう闘志が湧いてきたっていうんですか、来るところまで来たなというしかないですから。あとはあとはもう自分で才能を考えながらやるしかないし、今までのトレーニングをスパーリングを体作り、そういうものをこうリングの中でぶち込めたいという気持ちですから、久しぶりにね故郷に帰りますから、やはり地元のファンの皆さんの期待を裏切らないような一生懸命やりたいというしかないですから。あとはどういう試合だとかこういう試合だとかじゃ僕はまだわからないし、何しろリングの上で一生懸命やると、やってやりまくると。ゴールデンアームボンバー、いわゆる輪島スペシャルで連戦連勝したわけですが、はい、これはどうやって生まれたわけですか？やはり自分自身で考えて、それでこういうものがあるということでいろいろ訓練しましてね、まあ自分で掴んだ技ですから、人がどうだとかというあれじゃないですから、自分で研究をしながらやったものがそういうふうになりましたので。あの黄金の左を出したいところですが、どう活かしますか？だからそれはもう楽しみにしてもらいたいし、今自分の口からこれがどうだとかあれがこうだとかと、もうリング上がらなきゃわからないし、その中で輪島さんが今一番自信を持っているもの、これを見てもらいたいというものは、それはもう七尾の大会で見てください。さあ、いよいよ次は輪島の日本デビュー戦であります。相手はクレールインドの強行タイガージェットシン。控え室の表情をご覧いただいております。ふるさとで錦を飾ることができるんでありましょうか。日本中の目がこの輪島にすがれております。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は北陸放送の制作協力で、輪島のふるさと七尾総合市民体育館より実況生中継でお送りしております。石川県七尾市はもう輪島フィーバーで大変なにぎわいを見せています。いよいよ日本デビュー戦でありますが、解説の山田さん、ズバリ輪島に何を期待しますか？そうですね、これが輪島流だというプロレスを見せてほしいですね、はい、なるほど。その輪島、いよいよ入場でございます。控え室にカメラが入りました。これが輪島の表情だ。俺は必ずやる、やってやってやりまくるしかない、日本の土を踏んで逆に開き直り落ち着きが出てきたと、このように語っておりました輪島博史であります。さあ、もう輪島の表情はもう赤鬼のようであります。闘志をもう目いっぱい表に表している輪島の表情、これから入場してまいります。輪島は今夜死力を尽くして戦い、勝負に勝って先代の花籠親方の墓参りをしたいとも言っています。男のけじめをつけるために帰国した輪島であります。さあ、ふるさと七尾の市民が待っている。いよいよ入場が始まります。輪島の入場でございます。さあ、山田さん、どういう勝負を見せてくれますかね？そうですね、非常にもう期待でね、はい、なんかワクワクしますね。そうですね、石川県七尾市は能登半島の中心地、漁業、農業、観光で大きく発展しています。市民はプロレスラーとして人生の再出発をする輪島を温かく、そしてご覧のように熱狂的に迎えてくれました。さあ、輪島です。輪島は4月の13日プロレスに転向、全日本プロレスに入団、6月から実戦訓練、7月にアメリカ本土に渡り第2次実戦訓練以来、タッグマッチ2勝、シングルマッチ5勝、7連勝で今夜ふるさと七尾で日本デビュー戦を迎えます。厳しい表情です。相当のプレッシャーがあるかと思います。輪島38歳、日焼けした顔、たくましくなったボディ、出発前とはもう別人のように本当にたくましくなりました。そしてセコンドには師匠のジャイアント馬場が入ります。さあ、リングに現れました輪島博史。
ふるさとデビュー戦、これからセレモニーでありますが、リング上ミス和倉温泉から日本テレビ並びに番組の花束が和島選手に贈られました。拍手大歓声のリング上、超満員の七尾総合市民体育館であります。さあ今夜の相手、今度はタイガージェットシンが入場してまいります。日本デビュー戦の相手はタイガージェットシンであります。まあなんという運命のいたずれでありましょうか。日本デビューの相手は震えるインドの虎、タイガージェットシンという強敵中の強敵。何をしでかすかわからない狂乱ファイト。これはセコンドに入っているジャイアント馬場、それから試合が終わった鶴田天竜、それから長州力、こういった一流の選手じゃいてこずっている男であります。このタイガージェットシンがデビューの相手になりました。どうする輪島、どうする輪島。アメリカで戦ってきた相手とは正直言って実力が違う。7ヶ月間血の滲むような激しい訓練の成果をこのタイガージェットシンに果たしてぶつけることができるでありましょうか。だん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 表情が厳しくなってきた輪島の表情。タイガージェットシンの圧倒ファイトは輪島デビュー戦に向けまして日を追って勢いを増してきました。さらに凶悪ラフプレー以上にグランドレスリングでも相当な実力者であります。このタイガージェットシン、キャリア20年のタイガージェットシンを仕留めるのは輪島至難の技かと思います。さあ輪島が天才格闘家の全てを出し切ってこのタイガージェットシンを倒すかどうか、それともタイガージェットシンが輪島の日本デビューを木っ端みじんに粉砕するか。いよいよ輪島の七尾決戦が始まります。これが相手のタイガージェットシンです。相当山田さん手強い相手ですね。そうですね、まあ問題はね、このレスリングもできる、凶悪ファイトもやる、はい、このシーンがどういう作戦で出てくるか、これにつきますね。そうですね、じーっと輪島の入場を待ち受けております。輪島ひろし、さあ男になれるか。おっとリン、おっとセコンドにはアシュラ花が入っています。両選手の紹介でありますが、ちょっと荒れ模様のリング上、まあ凶暴なファイトで輪島を翻弄するかどうか。タイガージェットシン、日本デビューだ、日本デビューだ。ふるさと七尾に錦を飾れるか。輪島ひろし、おっと背中を見せた途端にサーベル攻撃、やはりラップレーできた。後頭部をサーベルで打たれている。まだガンを取っていない。さあ大変な一戦になってまいりました。ちょっと予想もつかない展開でありますが、今日山野さん、タイガージェットシンは紳士的な勝負をやると、まあ、記者団には語ってたんですけども、やはりラフプレーできましたね。そうですね、まあ、それも完全に不意をつく、はい、非常にうまい作戦ですね。そうですね、まあ、相手がね、デビュー戦だって全く容赦しない、はい、そういうね、真の根性の戦いですよ。そうですね、さあ輪島注目の凱旋日本デビュー戦、果たしてどんな試合になるかどうか。まだガウンを取っておりません。この7ヶ月間アメリカで修練した必殺技がどこまでこの試合で出せるか、いくつの技が出せるのか、そういったところが今夜のテーマになるかと思いますが、しかしこのタイガージェットシンの奇襲攻撃で全く序盤戦手が出ません。おっと正面からものすごい勢いで、あれはマイクで疲れましたね。はい、マイクでね、まだガウンを取っておりません。目のあたりはね、目が光ですね。セコンドのジャイアント馬場の動きをちょっと追ってみたいと思いますが、すぐ輪島のそばにいますね、うん、輪島のそばにいますが、あ、それから石川隆がいますね。マイク井上あたりもいます。今ガウンを脱いだ、やっと上半身裸になった。さあどうやって這い上がってくるか、試練の勝負だ。輪島頑張れ、輪島試練の勝負だ。男になれるかどうか。日本デビュー戦、足を取った、引きずり込んだ、青い鉄柱攻撃、これはいい攻撃だ、青い鉄柱攻撃。輪島、さあいけいけ、輪島が思い切った勝負に出てまいりました。相当対タイガージェットシン作戦も山さん考えたようですね。そうですね、まあ、あのシンがね、ああいう戦いで来るならば、やはりあの輪島選手としても根性でいかないとなんですね。はい、輪島の猛反撃が始まりました。今夜の輪島は黄色いトランクス、白いシューズ、これはアメリカデビュー戦で白星を飾った時のものであります。弦を担ぎました輪島日本デビュー。さあキックでいきました。キック力というのはどうですか。今のところね、まだ夢中でやってるようですがね、シン、はい、もね、結構あのダウンしてますからね。そしてスピニングトーホールドだ、ドリーバンクジュニア仕込み、スピニングトーホールド1回転2回転、スピードどうですか。うん、あのね、最初のスピニングトーホールドなかなか良かったですね、
2回転目はね、ちょっとあのうまくかかってなかったですよね、はい、さあタイガージェット神がリングの中に出てまいりましたので、ここで輪島にも勝機が出てまいりました。もういわゆる7ヶ月間アメリカでもう血の出るよ血の滲むような練習をした、その成果をもういくつかの位から出してもらいたいですね、はい、問題はね、はい、あの芯の出方だと思いますね。そうなんですね、こうやってあの突如としてまた綿に転向してきてますね、はい、ですから凶悪ファイトをやったと思ったら、今度オーソドックスなレスリングをやってくる、うん、これをね惑わされるわけですよ。フリー4の字固めタイガージェット神リングの中央グランドでの展開、相手は極悪レスラーだ、クリーンな試合になることを望みたい。しかし神得意の荒っぽい反則攻撃で輪島拳に出てくるかどうか、ここからディフェンスを見ましょう。そうです山さん、はい、あの攻められた時にね、どうねあの防御し、うん、どう返していくか、はい、この辺がね見たいですね。そうですね、まあ、山さん言われますようにこの日本デビュー戦の輪島試合の内容と結果が今後大きく左右するだけに重要な一戦になりました。リング上グランドでの展開であります。やはりね、芯は老下ですから、はい、あの秋間選手が非常に腕力でですね、この首を脱ぎを外してるんですが、はい、そのたんびにあのヘアプーリングでね、うん、髪の毛を掴んでやり返してますね。そうなんですね、そうなんですね。さあしかし輪島が仁王立ち、またスピニングトーホールドで出ていった。ドリーファンクジュニアがもう懸命に教え込んだスプリングトーホールドを多用しています。さあそしてさあおっと2回転しましたね、いい攻撃です、いい攻撃です。腰を落としてますね。そうなんですね。さあ輪島選手のこの大変身を遂げた体でありますが、身長は185センチ、体重は125キロ、胸囲115センチ、足の長さ28センチ、この体重125キロというのは山田さん、あの第54代横綱時代の体重だそうですね。そうですね、体は完全にね、はい、あの元以上、大変にプロレスラーらしい体型になってきましたね。そうなんですね。さあ、それが、これが輪島の勇姿です。おっと、正面に突っ込みましたが、おっと、狂気ですね。タイガージェットシン、黒いトランクスから狂気を出した。この洗礼は、輪島にとっては初体験でしょうね。はい、非常にね、はい、今あの輪島選手の方から突っ込んでいくところをカウンターと言いましたからね。そうなんですね。さあちょっと苦しい表情を見せてはおりますが、しかし闘志を表す、闘志を表す。さあ輪島が前に出ることを望みたい。おっと後ろに下がってはいけません。さあおっぱりだ、おっぱり相撲技を出してきた。さあいったぞチョップ、ご覧ください、この力強い輪島レスラー輪島の姿がある。打った打った打った、打ちまくれ輪島です。いやしかし自分のペースになるかと思うとすぐにタイガージェットシーンがまた戻してしまいますね。そうですね、さあ今度は相撲タックルか、立ち上げに行ったぞ、相撲タックルだ。7ヶ月間の本当に苦しい修行で黄金の左ゴールデンアームボンバー、それから相撲タックル、二段式首よりネックブリーカードロップ、いろいろな技を習得いたしました。さあおっと間に上皮口がいます、間に上皮口がいます。もう本人は夢中ですから見えないのかもしれませんね。そうですね、おっとおっと上皮口を間に挟んでもうタックル、スモータックルに行った。上樋口レフリーがサンドイッチ状態にされて場外に落っこちそうであります。まだエプロンだ。おっとリングの中レフリーがいなくなりましたか。おっと大変な、ね、大変な勝負です。さあここから根性を出せ輪島、日本デビュー戦。さあふるさとに錦を飾れるか、場外に出たと、場外に出たと、いつの間にかリングサイドにはジャンボする人もいる、非常に心配そうだ輪島の日本デビュー。さあ外で抱き合った、すごい勢いだ。もうがむしゃらにこうなったら山さん格闘を見せるしかないですね。そうですね、もうあの技とかね、はい、なんとか言わずにね、もうガンガン行った方がいいですよ。過去アメリカでの7戦の勝負は場外での勝負は一つもありません。いわゆるオーソドックスな勝負でした。輪島にとっては初体験のリングサイドでの勝負、今どうやらゴングが鳴っているような感じでありますが、もう超満員の七尾のお客さんの大声援でこのゴングが聞こえません。輪島がまた突っ込んだ、場外で輪島が突っ込んだ、正面から激突、すごい勢いで殴り合う、打ち合う。さあなんとか勝利が欲しい、勝利が欲しい輪島のデビュー戦。今ゴングがランダーされておりますが、さあこれは勝負は場外リングアウトかどうか、まだはっきりはしません。今おっとジャイアントババが相手に挟んで、おおまたやれまたやれとまたやれと言ったようです。今なんか耳で聞こえましたけど、輪島選手の反則負けでした。今輪島の反則負けがコールされました。ふるさと七尾に山田さん、結果的には錦を飾ることができませんでしたね。でもね、勝ち負けはあんまりこだわることないですね、はいはい、とにかくねあれだけガンガン行ったんですから、はい、もうレフリーに当たってしまって反則負け、これはやむを得んですよね。そうでしょうね、サーベル攻撃、それから、外での、まあ、ラフプレー、これも輪島選手にとりましてはもう本当に初体験だったと思います。
まあプロレスラーとして日本に帰ってきた輪島、しかもふるさとのデビュー戦、おそらく相当なプレッシャーがあったことでありましょう。必死のファイト、本当に必死のファイトでした。さあ輪島が一旦リングの中に戻ってまいります。白星で飾ることはできません。サイドには天竜だ。輪島は今日控室に、全日本プロレスに控室に来た時に、おっと天竜を跳ねのけて、またしタイガージェットシーンを追いかけるようだ輪島。そうですね、いやいい根性ですね。いい根性してますね。とにかく今日ね、はい、あのリングサイド、あのアウトサイドリングになってからも、はい、輪島選手の方がねガンガン仕掛けてましたからね、はい、またタイガージェットシーンを追いかける輪島であります。まあ本当に必死のファイトでございました。まあ問題はいろいろ残るかと思いますが、まだ山田さん発展途上の輪島ですからね、温かく見守っていきたいですね、はい、しかしね、これだけね日本デビュー戦でいい根性を見せてくれたんですから、はい、これは期待はあの、ね、ますます膨らんできますね。そうですね、今夜輪島選手のお母さん乙女さんはもう怖くてと言って会場には来ておりません。おっとジャイアント馬場が輪島選手をもう一度リングの中に戻そうというところでしょうか。右手を上げておりますが、相当プレッシャーの戦い、プレッシャーとの戦いではありましたけれども、七尾のお客さんはどうでしょうか。満足したんでしょうかね。本当によくやったという気持ちでしょうね、はい、そうでしょうね。輪島のお母さん乙部さんは会場には来ておりません。しかし今夜輪島選手はおそらくおふくろさんのふるさと料理を試合が終わりましたので味わうんではないでしょうか。さあ輪島が再びリングの中に出てまいりました。しかしレスラー輪島には休みはありません。この後直ちにアメリカ最終強でございます。来週のこの時間は輪島、そしてリングに現れました天竜、それからおそらくリングサイドにいるでしょう、あ、鶴田がやってまいりました、ジャンボ鶴田、そしてジャイアント馬場と一緒にアメリカサウスカロライナ州スパータンパークに登場いたします。あの私はあの判定はね、不公平だと思ったんですよ。そうですよね、両方判定ならいいですね、はい、今新たなる結果が告げられました。5分50秒両者反則、両者反則という最低でございます。再びタイガージェットシーンがリングサイドにやってまいります。さあもう一回勝負をしてみせろ、熱くなったぞ七尾市民、超満員の七尾市民、会場には小学校時代の同級生、中学校時代の同級生、もう輪島選手のふるさとでありますので、輪島もちろん一色であります。おっとタイガージェットシンがまた暴れましてリングに、おっと椅子を振り投げてやってきた輪島が応戦、輪島がいった、本当に勇気ある輪島であります。いやーこれだけ輪島がラックプレーをやるとは思いませんでしたね山田さん。あ、そうですね、まあ、こういう風な、ねはい、試合展開になったら、目には目をで行くしかないですよね。なるほど、そうでしょうね、まあ、この輪島をレスラーに仕立てたのは今日セコンドに入りましたジャイアント馬場、そして元世界チャンピオンパットーコーナー、ザ・デストロイヤードリーファンクジュニア、そしてネルソンロイヤル、こういった人たちの熱心な指導と英才教育によりまして、輪島はリングに生きる男、完全なるレスラーになったのです。まさに山田さん、身も心もレスラーそのものですね。そうですね、本当にねやる気満々、はい、いい根性してますね。そうですね、さあふるさとの市民に右手を高々と上げまして挨拶であります。熱い声援が沸き起こっている七尾のお客様。さあ輪島はこの後、先ほどもご案内いたしましたが、アメリカ再始業の旅に出ます。全日本プロレスの三強と一緒に帯同いたします。サウスカロライナ、ノースカロライナ、来週はこの輪島選手のサウスカロライナ州スポーカンパークでの会場の試合、おそらくシングルマッチをご覧いただけるかと思いますけれども、海外特別試合、海外遠征、スポーカンパーク大会をお送りする予定になっております。海外遠征のショーもどうぞお楽しみに願いたいと思いますが、山田さん、最後にちょっと採点をしてもらいたいんですけども、今夜の輪島、そうですね、今日はああいうラフな形のね、はい、試合になってしまったんで、まあ採点つけにくいんですけれども、はいはい、とにかくね動き根性ともにね、私は合格点を差し上げたいと思いますね、はい、あ、そうですか、背中をご覧いただいております輪島選手、もう肉体的には山田さん申し分ないですよね。そうですね、それで今日のコンディションも非常に良かったですし、はい、まあ、何よりもねとことん最後の最後までね追いかけていった、はい、根性に敬服しました。そうですね、まあ、日本で